ごきげんよう、ガラクタやオルドです。今回は、ウルトラマンクロニクル Z ヒーローズオデッセイの第1話の感想をツイッターからちょろっとだけ持ってきたんで、まあそれをいくつか読み上げていこうかなと思います。えー、まずはじめに、ウルクロジェット、ハッシュタグ、えー、トレンド入りおめでとうございます。えー、これさ、トレンドの一番だぜ。すげえよ。では読んでいきましょう。 方向以外ティガと同じ構図のはずなのになんかボケーっとしてるようにしか見えない。イゴもだけどよく考えたらヤズミも一切映ってないことに気づいてジャニーズ怖いなーってなってる。イゴ隊員役の長野くんが事務所の都合でワンカットも出てこなかったって話したけどそれを考えると学校へ行こうってやっぱ神番組だったんだなって。 いやダメだ。ウルクロの剣の怒りが収まらん。当時一緒に見てた母と話してたらもっと怒りが湧いてきた。つぶらやか、ジャニーズかって言ったら最近のギャラクシーファイトを見てると多分ジャニーズだな。長野くんも V6 も決して悪くない。ジャニーズは現代の闇。ガタの像はそのもの。ウルクロ Z。 徹底的に本編の DAIGO の出番がカットされてて違和感はすごかったけど、ティガ a vs ゴ o ル d メルバの BGM とかオープニング、予告、提供が神がかってた。来週も Z の映像も織り混ぜながらキリエロイドや学、えー、魔会をやるみたいだし楽しみ。提供バックとかサボ隊の演出が行き過ぎて泣いてる。DAIGO イ,イコール長野さん映してくれたら文句ないんやけどな。ジャニーズさん頼みますよ。 え、初回から主人公ロス、ウルクロゼット。諦めてブルーレイ買おうっていう人もいるけど、そうじゃない。確かに、B、DVD を見れば DAIGO に会えるけど、今の小さいお友達が DAIGO って誰ってなるのが悲しい。オープニング、1996年と2020年の映像のミックスなのに違和感ないのマジですごい。ウルトラシリーズ昔からいかにハイクオリティだったかがわかる。 大好きなティガとジェットの番組とか嬉しすぎるよ。というわけで、なんていうかね、大悟っていうか、なんかね、ジャニーズ絡みで今回トレンド入りしちゃった感が強いんだよね。なんというか。確かにウルトラマンはすごいんだけど、それ以上になんか大悟を出さなかったから、みたいなことがよく言われているような気がしました。 というわけでご視聴ありがとうございました。